今日は、市バスで山陰まで出て、で、阪急で梅田へ出て、で、地下鉄で来たんですけど、ずっと立って、土曜日にお昼と人多いんですね。答えたわ。本当に。どっか、枕のようなものをね、考えるんですよね。こういうお話の時に。それで、本質的な話は、それでどっか行ってしまう時がようあるんですよ。で、起承転結もできんで、何を喋りたかったんかっていうのも、なしに終わってしまうということが、もう大体そういうことなんで。今日も多分そういうことになると思うんですけど。日吉学校高校の、日本画を出て、その時に、もう少し意識が持ててたらですね、芸大の方へ勉強して受験したのになと思うんですけども、全くそういうこともなく、おぼこいというのか、何も考えがなかったというのか、それで先生も、どうすんやっていうことでね、高校の時の、今日はこの柱のどこかにかけてある、高校の時の恩師の詩がかけてあるんですけども、その先生、3年生の先生でしたけども、そしたら、お前とこは友禅園やから、デザインの仕事をしたらどうやということで、んで、それも親父も何も言わへんでね、本当に何も言わなかった親父でしたね。それで、紹介してもらったのが京都の当時の前のデザインスタジオなんですけども、そこに6年間勤めてまして、でその時のこれ僕縁っていうのはもうずっとこう83になるけども、縁がこう長生きさせてもてるというか、縁がつながってその喜怒哀楽もあるんですけども、生きがいみたいなものをもらって生きてきたような気がするんですね。で、その、デザインスタジオの上司が、もう亡くなったんですけど、何年前に亡くなったのかな？日系の、中地友人っていう日本画家なんですね。で、ちょうどその、デザインもいい時でしたね。たくさんのデザイナーがいて、50人くらいいたかな、スタジオに。それで、高校卒業して、
入ったのが5人ぐらい新しい、ここ卒業して、入社したんですけども、入築したか。その時に、スタジオに、チーフが5人ぐらいいて、で、その下につくんですね。それはどういうふうに決められたか知らないけれども、中地雄一さんの下に僕はついたんですよ。それがやっぱり、それも縁やなと思うんですけども、後に日本側を続けていく、始める何かきっかけにも、なってますし、それで、そこで6年間、ここも、これも、デザインはですね、1年目は、アフリカンプリントって言いましてね、アフリカ、ナイジェリアとか、タンガニーカとか、そういうところが、ちょうど、イギリス領から、フランス領から、独立するときで、それで、洋服地ですね、それが日本で染めたんですね。で、そのデザインを入社したスタジオでは、主にアフリカンプリント、それからハワイ向けのプリントもやってたんですね。ここでまた話がね、飛ぶんですけども、そのハワイの、アロハを4年ぐらい書いてまして。で、まあ、これは普通のアロハシャツのデザインもやってましたけど、ドレスのデザインもやってたんですよ。東京店にですね、青龍社の門下なんですけど、岡信孝先生っておられて、岡先生とももう数年前から、親しくさせてもらってて、川端龍氏の お孫さんと結婚されてるのかな。それで、奥様は、益子の浜田昭さんのお嬢さんが、と結婚されていて。で、すごい資産家で、何、知りませんけども、そんな感じがするので、聞くところによると、その、小石川養生所のにも縁のある、家系で、それでその、あれは横浜になるのかな、大きな敷地があって、都市計画で半分取られても何百坪もあったらあるっていうふうに言うてあって、で、やっぱりその粋な人でもあるので、コレクションをものすごくしたんです。で、ガラスのコレクションももう一品ですし、それから漆の、これは沖縄の漆を特に集めて、グロスで大きな塊になったら寄贈されるんですよ。で、沖縄の漆も、あこは那覇からちょっと北側に行ったとか、浦添やったかな、なんていうか、そこの博物館に寄贈されて。で、ちょうど東京の僕、古典会場にお母さんが来てくれはった時に話をしてたら、デザインをしてたっていう話をしたら、今ちょうど大正時代の名船の着物を集めてると。で、それはすごく斬新で、アール・ヌーボーの影響を受けて、染めてる。で、それが、その、王子、広島、あるいは沖縄からですね、ハワイへ移民しはった人たちが多くあるんですけども、その人たちがその名船を持って行ったっていうんですね。で、向こうで来てたりとかしてたんですけども、それが原型でアロハシャツの柄になったということを聞いたんですよ。で、僕ずっとアロハのデザインを4年ぐらいやってたんで、やってたけど全然知らんかったわっていうことで、うんって言うとありましたけどね。そんなんで、その4年間のアロハを書いてた時代が大阪なんです。6年間はアフリカンプレントというか、アフリカの人たちが着る、カンガーとか、忘れてしまいましたけど、いくつかのが、着る用途があって、ワックスとか、
そういうものをね、原画を描いてました。それでそこを、なんかそのスタジオがですね、労働条件ものすごく悪かった。で、ある、社員、デザイナーがですね、社会保険とかいろんなものつけてくれって言って、その先生にね、ナンパに行ったんですね。で、俺も行かんでもええのに一緒に行ったんですよ。そしたら俺はそこの先生にものすごい考えてもてて、いずれはお前はこのスタジオの跡取りになって、先生のお孫さんと結婚して、借家の5軒ほど持たしたるって言わはった。嘘みたいな話でしょ。本当なんですよ。で、そのお孫さんもちょうどスタジオに勤めたはったんですよ。で、ちょっと仲良くなったんやけども、これはあかんなと思って、こういうふうに外れていくんですよ、話が。で、どこやったんや。けど、ものすごい先生に怒られて、それでもう辞めにならんようになってしまって、6年間勤めてて、その時には日本語の2位もないんですよ。で、ちょうど結婚した時ぐらいやったかな。で、辞めて路頭に迷いましてね、どうしようって、のんきなもんで、で、父親は優先やっとるし、それでも、お前どうするとかは、父親はそんなこと言わへんしね。で、しばらく、何ヶ月かそれが続いたんかな。で、僕の東が丘の日本画の同級生が、これは下絵彩色業って言いましてね。いわゆる着物に、の、デザインを起こす前に、青花っていう、生地にですね、青いラインで、もうこれは露草から取るんですけど、それを、デザインしていくんですね。その上に絵の具を塗ったり、一鎮って言って、その、糊を置いたりしていくんですけども。で、その、青花は、もう、一遍水にこう浸したりなんかすると青花飛んでしまいますから、そういう役目をするんですけど、その、同級生が、猪熊野三条の二条城の近くにいて、親友でしたからよく行ったんですよ。そしたらそこに、ちょうど芸大の学生さんだった女性が二人ですね、アルバイトに来てたんですよ。それで、ちょうどこう、仕事もなく、なんとなく、彼のとこ遊びに行ってたら、そのアルバイトされてる女性の方も聞いておられてですね、私のお父さん、伊藤忠の、会社に勤めてると。言うたらよかって言ってくれはって。ええー、と思って。ええんでしょ本当に。その方今日来てもらってるんですよ。ほんなすぐ本当に、糸中のに、行けるようにですね、手配してくれはって。で、本町、あれは、前は二丁目にあったんですけどね、会社が。で、その後、すぐに、今の旧太郎町かな。あ、この、あれは、南側になるのか、じゃあ西側になるのか、東側になるのか、シンメトリックの大きなビルができましてね。で、そこも、何階かに、ファッションデザイン、室っていうのがありましてね、そこへ行って、で、まあ、何ももう、スタジオのチーフも言わずにですね、そしたら明日から来いと。って言って、それが4年続きました。で、その時に、以前の、随分可愛がってもらったら、京都のスタジオの先生とは全く違う。もうデザインセンスもこんだけ違うものかと思うぐらいセンスが違ったんですね。イタリアとか、フランスのオリジナルのデザイン、もうトップのデザイナーのデザインが、それは糸中が、依頼してるのか、もう、糸中のデザイン室がですね、たくさん並んでるんですね。で、それを見せてもらったときに、いや、これだけ斬新なデザインがあるのかって思いましたね。それはもう、ファッションショーでも使えるようなテキスタルデザインがそこで、作られてて、
で、それで、まあ、スタジオ、一等地の中にも、輸出部と、それから内地のデザインを作るものと、両方ありましたけども、君はもう、京都でアフリカンプリントを作ってたから、そのハワイの、副事をですね、アロハとかドレスとか、それの原画を描いてくれへんかということで、仕込まれたんです。そう、まあ、経済的には、そんなにもう食べ、こう言わはったかな。食べるだけのことは、ちゃんと、面倒見たるって言わはったんです。それで、そこで、まあ、それでもう、そんな結構なことなかったんですけども、それで、そこで、すごくその、デザインのですね、レベルの高いデザインを勉強させてもらったっていうことが、その4年間で一番良かったことで、で、それ何もそれの仕事が嫌なことでも何でもなかったし、これをそのまま続けていけばっていうふうに思ったんですけれども、少しその前から、その心の病みたいなことになって、それがそんな、まあ、客観的に見たら大した話じゃないんやけども、こう、不安なんですね、生きてることが。それが何、どっから来てるか分からへんの。まあ、僕は自分の昇進というか、ちょっといびつな、ちょっと心の根をしてるっていうふうな自分で自覚はその時にしだしたんですけど、それは人、親にも誰も言えないし、でも仕事は嫌でもなかったからずっと続けてたんですけれども、それで、なんとかならんのかな、自分のこの昇進がっていうことで、京都時代のですね、チーフだった中地さんが、日展の組織の中に属するですね、新潮社っていう軸におられたんで、で、それとなくその交流はあったんで、それと高校時代の天野先生に相談したんじゃないけど、これも縁で、なんとなくそういう話ができて、そんだけ悩んでんやったら、その悩みを純粋絵画にぶつけて、修行のようにやってみたらどうや、ということを言われて、まあ、寝顔ぼこいので、はいってすぐ言うて、で、デザインをやりながらですね、新潮社っていう軸に入るんですけど、その師匠が山口嘉陽先生なんです。画布にですね、黄色をまず塗っても、それはそれで作品になるし、で、重ねていって、そこに、情感が出るっていうことも、作品なんで、これやっていうような塗り方ってないんですよね。誰が決めてるわけでもないし、もう、描き手が勝手にですね、自分の思いのままで描いたらいいんですけども、でも、その割には絵の具が手強いんですよ。洋画の絵の具が。多分、これは洋画の絵の具でも、テンペラの絵の具でも、それからフレスコの絵の具でも変わらへんと思うんですけども、大事にしているのは、その手強い絵の具を使いながらですね、なおかつ自分の情感ですね、それを出すっていうのが修練かなと思うし、それを感じ取れるところまでですね、まあ死ぬまでそうなんやけども、どっかに入選するとか、どこどこで評価を受けるとか、そんなことよりも自分自身に問いかけたその絵肌っていうものがですね、自分の絵を描こうとしている思いの情感がですね、絵の具に映ってんのかっていうふうなところが宿題で、それが、極まっていけばですね、大変レベルの高い芸術につながっていくっていうふうに思えるので、そういう理屈とは別に、その、絵描きなんで、絵を描く楽しさっていうか、子供がですね、無邪気に絵を描いていってですね、
大人より面白いというのはそういうところにあるんで、そういうところもこの80いくつになってもですね、忘れてはいないし、そういうものを書きたいわけですよ。で、その厚みのマチエル、さっき言った情感っていうか、魅力もですね、得たいわけですね。ただ、岩絵の具の住職の面白さではなしにですね、そういう違う材質の面白さっていうのは、これやっぱり以前デザインを長いことやってた、テクニックをいろんな風に使ってたっていうようなことがですね、僕の中にあるから、やってみようというふうな気分になるのかな。そうやけど、やっぱり日本画っていうのはセオリーがあるから、そこにセオリーを守りながら精神性を深めて高くするっていうような使命感もあるので、そうでなかったら日本画っていうネーミングをつけることは、どうだろうっていうようなね、これまた議論になっていくわけで、今もそれは続いてて、日本画って何ですかって言われたら、僕もよく答えんのですよ。本当は。おかしいですよね。これはフランスに、フランス画と何々画があるのかなと思うし、多分ないと思う。日本は、日本画と洋画と明治にね、開港して、それで、フェーナロサと、岡倉天心たちがね、その、洋画に対しての材質の違いだけでなく、日本文化の継承みたいなことも考えて、日本画っていうことをそこで、つけられてですね、今まで、百何十年続いてるのね、これが、日展もそうですけれども、院展が130年になるらしい。昨日発表があった文化勲章を受賞された田部さん、友達とは言えへんけども一緒に高島屋でですね10年間4人展をねやった仲間なので親しくしてて、で今日僕こう喋るのにね、彼がその文化勲章を受けたんですよね。で彼がそのやっぱりよく考えてて、日本画っていう砦みたいなことをね、もさ考えてるよね。洋画と現代美術とも違うっていう。彼はそういう人です。だから、130年、来年、大きなその院展の歴史を書かれた本が出るんですけども、それに、短い文章ですけど、寄せてくれっていうことで、あんまり院展のことも知らないんですけど、600字で書いたんですけどね、寄せる言葉を。だからどうやろう、院展が今なかったら日本がどうなのかな、あるいは各大学にですね、洋画と日本画と彫刻とか全部分かれてるんですよ。でこれをその大学の中から日本画っていう、 こうネーミングを外したらどうなんやろうっていうようなことは大学の研究室にいながらそう思いましたね。その砦ではやっぱり使っている顔料とか、平安時代からずっと流れてきた日本画の文化をですね、現代日本画は受け入れてですね、ベースにしているっていうことがものすごく大事なんですよね。これが砦なんで、そこを守りながら個人の情感っていうのをそこに、その材料であり、そういう表現をしていくっていう窮屈な技法をですね、日本が取ってるような気がしますけどね。でも、そこから少しはみ出んやけども、そういうことを分かりながらちょっと遊んでみたいっていうようなことがですね、今の現役の学生、若い作家はですね、それはもう僕みたいな考えじゃなし、ストレートで遊べてると。で、それがいいのか悪いのか、これは日本側をやってる連中と、またそれは議論をせんならんやけども、その辺の僕は遊びをですね、ちょっとやってみたいと思って石膏を使ったということですね。髪型の落語にね、新作ですけど、長田貞夫さんっていう、その落語の、
落語の話をですね、新作を書いておられる。それと、もう落語研究家ですから、NHK の朝、はい、落語をやってはりますわ。その時の、幕が上がる前にですね、その演目の説明をされるんですけど、大変面白い。もう演目の解説だけでも面白い。その喋り手がですね、小笹定夫さん。この方が新作を作られて、抜け雀っていう、演目を作らはったんです。これがね、高格好の、高格好の逸話によく似てるわ。はあ、これ話すとまたちょっと長いんだけども。で、何年前かな、米朝さんが亡くなるちょっと前に、僕もそんなしょっちゅうはいかないけど、祇園のお茶屋のバーがあるんですけどね、そこのお母さんもそう気さくな人で、もう、よく会いがってもうたんやけども、そこに米朝さんが来はるんですよ。で、たまたま一人で行ってる時に米朝さんが一人で来はって。で、初めてもう、ね、もう米朝さんの楽を大好きでよ、聞いてたんでね。で、お母さんが、この人は日本画の絵描きさんで、もうそれ上手だよって言ってくれはんねんけども、まあ、大きいって言いながら、米朝さんの隣で座って、いっぱい飲んでて。で、まあ、ゆったりとして聞かはったんですよね。それで、今何聞いてますかいなって言わはって。あ、で、抜け雀聞いてますって言ったら、ああ、そうか。で終わりやったけどね。元気な時ともっと喋ってくれはったやろなと思うけども。それがですね、そんな関係が全く繋がらへんのに、後にですね、NHK から電話が変わってきて、日本画の教室をね、彼はなんていう番組は忘れたけども、一般の方々に、映像でお教えしたいので、講師として出てくれませんかって言わ、ああ、そうですか。なんかもう、恥ずかしいのに、どっかで出たいっていうような一部もあったりしてですね、OK したんですけど、その時にディレクターがですね、お弟子さんが、ついてもらうんですけども、どういう方がいいでしょうねって言われる。どういう方がおられるんですって言ったら、堀ちえみさんと、俺から南光さんと、もう一人誰か言わはったわ、さんに、ああ、そうですか、上戸彩さん開けませんかって言うたら、これはあかんって言わはったんです。ほんなら南光さんもお願いしますって言うて、で、南光さんに打診したら、あ、出るっていう。で、あれ、何週ぐらいかな、8週か6週ぐらい続けて、僕が南光さんに、絵を教えるという番組をやったんです。今も仲良してますわ。はい。京都店に来てくれはったみたい。笑顔好きでね、途中で俺よりうまいのちゃうかなと思ったぐらいでしたね。騒ぎっていうか、ナマズを取ったんですよね。その騒ぎにカワセミは、驚いて逃げようとしているという、逃げんって飛んでいこうって。で、このカワセミ最初入れんとこうと思ったんですよ。で、イメージを作ってるときには、右の傘をかぶってる猿も入れんとこと思ったんですよ。で、ひょうたんも一つにしようと思ったんですよ。で、左の猿がナマズを抱かえてるだけでええのかなと思ったんですよ。そやけど、それではもうパロディにはならへんので、だんだん増やしていった。で、今ちょっと後悔してるのは、真ん中のひょうたんはいらんかったなって。思いますわ。左にあんのに。あれは割れてるから、なんかしよったなっていうふうには、ちょっと想像するんですけどね。で、魚は、こんなに余計入れて、騒がさんでもええんやけど、モロッコが好きなんですよ。それだけのことなんですけど。で、このナマズも好きなんですよ。なんでかわからへんけど。で、今日、阪急乗ってきた言ってましたでしょ。
小学校の時にね、昔の子供って親は何にも構わへんかったよね。あの学校から帰ってきたらね、まあ、ほんたらかしってあの常連って言ったんやけど、こうザルみたいなのを持ってね、あの割に近いところにその小魚やら何やらあのいるこう川とか田んぼやらあったん、そこ行って魚用を取ってたんですよ。でこう遠征していくね。ね、こうやって3人の次は西京区ですわ。で西京区のあの電車のあの線路のヘリをずっと歩いてですね、置いて桂川、桂ですね、その次は。この桂川のあの橋をですね、枕木があって、真ん中にこう、板みたいなの引いたんだけですよ。そこを結構距離あるんですよ、あの川。それを歩いてたですね。で、行って、それでまた帰ってきたんやから結構ある。で、あの、小魚や土壌やらね、カンカンに入れて持って帰って、それ毎日やってん。あの、親、そんな、何にも言いませんでしたね。不思議やな。今やったらもう、そんな、絶対危ないって言いますよ。で、阪急から怒られますわ。まず。で、阪急って、マロン色ずっと変えませんからね。あの、ラッピングもあんまりしませんしね。いい電車ですね。あの、で、あっち側に青い小さな、あの、ツートンのね、あれも電車の色なんです。で、緑とベージュはですね、蘭電の色です。で、紺とベージュは、あの、信州中信濃の上田ですね。上田から別所温泉へ行く上田電鉄なんですよ。ちょっと前に、ちょっと、千曲川が水でね、溢れた時に、あの橋が落ちて、あの別所温泉まで電車が行かなかったんですけど、あ、ここもあのツートンなんですよ。そやけど、蘭電もね、今も漬物屋さんの宣伝が入ったりね、なんかお食べの宣伝が入ったり、ものすごい騒がしい色になって、で、紫の色に車体をしてしまいましたね。どう考えてんやろな。あのベージュとグリーンがええのにな。あんで、長野電鉄もそうですわ。ラッピングしてるな。それでオレンジや何やら色々なペンティングしてる。あの風土に合わへんと思うけどね。で、それを書いたんです。だから、なんか、バラバラやね、話が。